おめでとうございます。ありがとうございます。30個焼いてくださいね。今30個、今30個つまんだ。了解です。お願いします。ありがとうございます。6個かける5個、6個かける5セット。経営者の方ですね。うちの社員もよかった。こんにちは。株式会社ラフルの杉本社長です。久しぶりです。民泊物件でお世話になりました。いじり駅から徒歩1分ですね。いじり駅から徒歩1分の元焼き鳥屋さんに来ております。これから今ちょっと中を見ていただいております。たこ焼きバーに生まれ変わりそうなので、この奇跡を追っていきたいと思います。現状はこんな感じになってますので、これがどういう風に生まれ変わるか。もともと焼き鳥屋さんのその居抜きになりますので、結構ですね揃ってるんですよね。すごくいい物件だと思います。何より高立地なのですごく条件がいい。3日経過しました。再度また中の方を拝見したいと思います。赤い入り口になってますね。あ、和室の張り替えが終わってますね。ビールサーバーですね。新しいビールサーバーが入って、塗装がなんかすごい綺麗に仕上がってる感じになってきましたね。すごいなんか綺麗。なんかあそこに何か設置されそうな感じですね。やっぱり焼き鳥屋さんの跡だったので、ちょっと床は結構ダメージがあったんですけど、綺麗になってますね。2020年の11月中旬頃オープンできるみたいですので、今度は提灯も来てますね。お酒もザキヤマ入ってますね。わあ、オープンが待ち遠しくなってまいりました。あらららららら、ら、いやー、いいですね。いよいよですね、たこ焼きバーがプレオープンということでやってきました。めっちゃいるじゃん。めっちゃいる、うん、あ、お客さん、ありがとうございます。どうぞどうぞ。はい、おめでとう。わー、すげー。これいいね。少ないとそれ。おい、ありがとうございます。今度はと明太マヨ。明太マヨ。これがネギ。ネギ。ありがとうございます。たくさん食べて。食べれる？食べろ食べろ。うまから。うまからたこ焼きいきます。買ってください。ありました。買ってください。はい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 。うまい。ふわっふわしてる。では社長、オープンの日時と意気込みをお願いします。
来週金曜日にグランドオープンするんで、みんな食べに来てください。はい、ありがとうございます。